うどんタクシーのじゅんちゃんです。今日はクッキングのコーナーなんですけど、観音寺にありますさぬきうどんで包んだ餃子が香川にはあって、そのダイエーさんに来てます。ちょっとお買い物に行きます。こんにちは。はい、あ、いらっしゃいませ。こんにちは。さぬきうどんで包んだ餃子を買いに来たんですけど、はい、ありがとうございます。ちょっと聞いてもいいですか？はい、はい、さぬきうどんで包んだ餃子っていうの、多分ここにしかないかなと思うんですけど、どうやって始まったんですかね？はい、一応私が、はい、餃子に関してお勉強させてもらっていた人が、はい、その皮を、うどん屋さんの皮を、はい、作っていた、その方が役員に当たって、はい、ぜひともこの皮が使いたいということで、はい、それうどん屋さんでしているんですということで、はい、うどん屋で餃子の皮を作ってたんですね。そうなんですよ。おうどんと全く同じで、材料でうどんのように作って、おうどんは細長く切っていたんですけど、はい、これは丸い型で、餃子用に丸い型で、はい、ねえ、面白い。それで、はい、結局材料は同じなんですなるほど。それでさぬきうどんで、そう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 、で、その製麺所がなくなって、はい、あれですね、それでそこへちょっと、はい、何見習いというか教えてもらいに、はい、通って、はい、それでここでできるように、ここでもう機械を、はい、分けてもらって、はい、あれですね、同じもんで、うん、でもうこの川でなかったらいかんっていうことで、はい、すごい、これ本当はうどんを作る機械なんですよね。そう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 これね、で、はい、これで伸ばして餃子の薄さに伸ばして、で、ね、生地ができたら次は何重か納豆の型でくり抜いて、はい、はいはい、もうまさにあれですね、さぬきうどんで、そうですね、包んだ餃子のものだけど、はい、そう、そういうことですよね。そうそうそう、そう、ですから、まあ、鍋にしてもらっても、はいはい、皮がもちもちしてますから、うどんな感じですよね、そしたら食べた感じが、そうです ね、端っこを周り、くり抜いた端っこを、はい、まあ言うたら煮込みうどんとかにちょっと私ら食べたりもしたんですけど、はい、うん、結構美味しいです。うどんですもんね、はい、面白い。これ今期間限定の、はい、ドメインレタスの観音寺でしたっけ、大野原、観音寺の大野原です。大野原のダリルレロメインレタスと井筒味噌と、はい、このダイエーさんの生地で包んだこの白味噌ロメインレタスをお願いします。はい、取って帰ります、はいはい、ありがとうございます、はい。あ、焼き方の紙ですかこれ、はい、焼き方の紙、冷凍のまま、はい、焼いてくれたらいいんです。凍らした状態で。わかりました。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、いいですか。ありがとうございます。これでいいです。はい、はい、じゃあ家で作ってみますありがとうございます。食べてみてください。はい、楽しみです、はい、ありがとうございます。お家に到着しました。では今から餃子焼きたいと思います。まずフライパンを強火で熱して油を引くということでなくなりかけ、入れるか、少ないかな、頑張れ、お、いきなり大変。はい、でこれを熱して、これそのまま冷凍のままを使うみたいで、そのまま並べます。失敗しするかもしれない。とりあえず5個じゃ、とりあえず5個、かわいい、ちっちゃい、これくらいのサイズ。ここにしてはフライパンがちょっと大きかったかもしれないけど、はい、やっぱり6個にしようかな、6個、こんな感じで、
はい、6個並べて強火でかけてます。あ、中火だった。強火で水を餃子の高さの2分の1まで入れて蓋をする。お、水餃子ちっちゃめなんで2分の1餃子の高さの2分の1まで入れて、これぐらいかな。で、蓋が大きかった間違えた、まあいいか、とりあえず蓋で、強火で7、8分蒸し焼きにします。タイマーがいる。で、8分セット。あ、間違えた。1時間8分じゃなくて8分開始。はい、タイマー8分しました。じゃあこの状態で置きます。で、餃子のお供何がいいかなと思って考えてて、やっぱり白ご飯かなと思ったんで、お米を炊きます。お米年季の入った私のお気に入りのホーローの鍋でこれを炊きます。最初は強火で、で、もう一つこのさぬきうどんで包んだ餃子食べ方がホームページに載ってあって、水餃子でできるみたいなんで、お湯も沸かします。スタート。よし、ご飯がブクブクしてきたので、強火から、中火に、あ、やばい、吹き込まれて、中火に変えます。ご飯がまだブクブク、またご飯がまたブクブクし始めたので、さらに弱火であと5分ぐらい炊きます。ちょっと開けてみようかな。オープン。おー、真っ白蒸されてます。水餃子のお芋沸いてきたんで、ちょっと入れてみました。あ、見えないか、湯気で。あ、浮いてきた。水餃子は浮いてきたら OK らしいです。お、水餃子ができたので、お、滑る。あー、すごい、皮が、生地が美味しそう、もちもちしてそう。おお、はい、水餃子完成。焼き餃子はそこに焦げ目をつけようと思って今焼いてる途中です。あとちょっと。すごい、いい匂いがしてきた。そろそろ焼き目もついてそうな、そうかな。はい。お、あー、美味しそう。いい感じに焦げ目つきました。やったー。いやー、この大きさがかわいい。よし、完成、焼き餃子完成。水餃子と焼き餃子とご飯、きれいに炊けた。とタレをちょっと3種類作ってみて、あとはサラダを食べます。パクチー大好きなんで、パクチーもりもり。では、いただきまーす。餃子を早速焼きたて食べたいところなんだけど、私はいつも野菜ファーストなんで、野菜からいきまーす。ドレッシングもいつも手作りしてます。今日は味噌と黒酢と、あとリンゴ酢を
入れてます。うん、おいしい。私のお姉ちゃんが千葉で農家やってるんですけど、農薬を使わず有機の野菜を作ってて、これ全部今日のサラダは全部お姉ちゃんとこの野菜だけで、パクチーと小松菜、菊芋、あと赤かぶ、人参、大根、何入れたかな、あと白菜とパクチーかな。白菜も生で全然美味しく食べれるんで、私はサラダに入れてます。うん、うん、うん、パクチーって嫌いな人が多いと思うんですけど、私はすごい好きで、いつも山盛り乗せて食べます。では餃子いただきます。焼き餃子美味しそう。でタレを3つ作ったんですけど、似合うかな、これロメインレタスと白味噌が入ってるんですよ、この餃子。なのでちょっと味噌と醤油とあとごまを入れたやつが合うかなと思ってちょっと作ってみました。では、うーん、もちもち、うーん、あ、すごい皮が、さすがうどん餃子、もちもちで美味しい。白味噌、あ、面白いな、美味しい。うん、ご飯に合う。これ食べるラー油と醤油を混ぜました。うん、豚肉も入ってて、なんかジューシーで美味しい。このサイズもいいですね。一口で食べれて、なんか口の中が餃子で、美味しい。このひだ4つで、なんかこだわってやってるみたいです。これが豆板醤とお醤油。うん、うん、どれでもいける、おいしい。ロメインレタスが入った餃子初めて食べたけど、おいしい。うん、では水餃子もいただきます。水餃子はどれつけようかな。食べるラー油、水餃子ってあんま食べたことないんでちょっとわかんないですけど、何が合うかな。味噌と醤油とごま、あ、水餃子も美味しい。こっちの方が皮のもちもち感を感じるかも。こっちのタレで、いける、おいしい。両方してよかった、焼きと水餃子と。
ご飯が進む。美ちょっとタレを何もつけずに食べてみようと思います。うん、あ、何もつけんでよかったかも。白味噌が入っとるんで、そのままで十分美味しい。私がいろいろ作ってみたけど、タレを全然いらなかったです。水餃子もそのままいってみようかな。あー、うんうん、あ、つけなくて、うん、あ、これでよかったんや、しまった。うん、うーん、ごちそうさまでした。お腹いっぱい完食です。全部食べました。水餃子もご飯、実はいちご炊いてたんでおかわりしました。最後食べるラー油をかけてご飯おかわりして、はい、美味しかった。餃子、うどんで包んだ餃子ということで、あのうどんではないけど、あのもっちりとした食感とかはもうほんとうどんっぽくって、お腹いっぱいになりました。ロメインレタスが入った白味噌仕立ての餃子、今しか食べれないってことで、すごい良かったです。今食べれて。ほんと、満足です。美味しかった。はい。で、あと、まあ、タレも専用タレ、ダイエーさん置いてるんですけども、いろいろ試した結果、私は何もない方が白味噌の味がして美味しかったなっていうのが私の感想です。いや、美味しかったです。ごちそうさまでした。